今回はその後の世界最強の商人を紹介します。ハフィットは公園旅行でローマを訪れ巻物を譲った青年パウロが理不尽に捕らえられていることを知る処刑された彼の意思を継ぎハフィットは残りの人生をかけたある壮大な計画を思いつく感動の名著前作に引き続き 素晴らししい内容でした。人生経験豊かなオグマンディーノさんの実体験から生まれた圧倒的な説得力と NLP や催眠療法のような巧妙な書き方一言で言うと自分の中の当たり前のレベルが書き換えられる本です以前私は禁煙セラピーという有名な本で努力感なくタバコと永遠にさようならができたのですが それと似ています自分が長年思い込んでいた痛みと快楽がひっくり返る感じですそして世界最強の商人とその後の世界最強の商人も同じ効果があるように思えますうまくいかない人が持っている価値観や思い込みが成功している人が普段当たり前で行っている考え方に書き換わります今まで痛みだとと思っていたことが 快快楽楽にに変変わわり、今まで快楽だとと思っていたことが痛みに変わります。もちろんこの本の中に出てくる秘密を繰り返し読む必要はありますがそれは書き換えるためのプロセスとして必要不可欠ですしある意味変化を実感できる楽しい習慣になると思いますちまたにあふれる多くの自己啓発本や成功哲学書よりも濃く鋭くます。 気づきも多いです。原理原則の力を感じられます。必要性を生み出せば、人は行動する。必要性を生み出せば、物は売れる。必要性を生み出せば、信念も変えられる。この本は愛ある必要性を生み出す本です。根っこから変えます。コアです。人生を変えたい方にも。 幸福感を感じながら収益を伸ばしたい方にもおすすめできます。間違いなく両所です。3. 以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。